さあ両チームの選手がピッチに登場してきました。横浜 FC 対名古屋グランパスです。さあ伊庭が狙っていく、チャンス、フリーキック直接決めました伊庭、先制横浜 FC。壁を越えて曲げながら落としてますからね、これ奈良崎触れないですね、このスピードでこの角度でこのコースではね、ここちょっと触ることはちょっと難しいですね。素晴らしいですね今ね。このロングスローフリーになっている、ヘディングシュートはバーの上、佐藤のヘッドでした。まあ、今のところの前と後ろにサンドしながらですね、はい、今の自由を奪っていたんですが、うん、もうその上を越えてきたんでね、ちょっと誰も見切れなかったですね、はい、ここは杉森のシュート、キャッチをしました高岡です。田口からの縦パスですね、はい、まあ、サイドというよりやっぱり中央ですからね、風間監督のサッカーはね、はい、今みたいな鋭い縦パスを足元に入れてということですね。泉からシュートだ、強烈でしたが枠の左、思い切って狙っていきました泉のシュートです。ちょっと意外性のあるプレーでしたね、うん、そうでしたね、はい、少しこうゆっくりなところから切り返してからね、うん、鋭いシュートでしたから、さあここから狙われに一旦持ち出してのシュート、ハンドはありますか、 PK か、ハンドというジャッジになりました。カルフィン・マーピンです。泉が一回運んでからのこのシュート、足に当たって手というところですけれども、確かにね、ヨアピンの言いたいことは分かりますね、はい、キーパーの逆、同点に追いつきます名古屋グランパス。おっとやり直しになりますか、そう早いですか今の、微妙ですね、ですね、今度は高岡、同じ方向に飛びましたけれども決めていきました。シモビッチ2本連続同じ右に蹴りました。それも同じような弾道でした でしたね、足の内側でね、うん、速いボール蹴りましたけど、これ嫌なんですよ1回蹴ってね、同じかなり甘いですよね今コースね、全体的にやっぱ押し込んでいいリズムでボール混ぜてるのは名古屋ですから、シモビッチのやっぱボール触る機会多いですね。おっと倒れた、田口 PK、 新井のファウルを取りました。スルスルっと行きました田口、ここで抜けていこうというところですが、2人で挟みましたがファウルというタッチになりました。どっち蹴るんですかね、興味深いですね。先ほど右に蹴りました、今度は逆だ、高岡もそちらに飛びましたがその手の奥、名古屋グランパス逆転に成功、 PK2 つ。さらには中里から佐藤へ切り返すが、うまく発端できていました。そして佐藤のファウルになる、レッドカードだ、上から踏みつけたという感じなんですかね、まあ、足の裏を見せてというところで印象が悪かったのかもしれないですね。足入ってるという一発レッドの退場になりました佐藤です。中田と狙った、おーっと奈良崎、惜しいシーンでした。いや、いいキックでしたね。いいキックでしたね、うん、これすごかったですね。おっと、枠いってましたね、枠いってましたね、
楢崎少し読んでましたね、ステップ踏んでましたからね、ゴール方向にね。渡辺とシモビッチ、そしてここで長い笛、名古屋グランパス逆転勝利、シモビッチの PK2 発。横浜 FC は今季初めての連敗ということになりました。